はい、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、顔の老け成分、老廃物がきれいに流れて、そしてリフトアップするし、たるみもなくなるという耳たぶ回しオンリーですね。これだけでやってみましょうという感じで、本当に耳たぶ回しだけでもめちゃめちゃ変わりますから、ぜひ皆さんやってみてください。耳たぶ回しが極めることによってリンパケアっていうのも極まっていきますからね。この耳たぶ回し結構重要ですからね、必見です。耳たぶ回し、耳たぶをここの A 風ってところ、自分でこう入れてもらうとベロがグッと上がることがわかると思うんですけども、まず抗菌ですね。ここの抗菌の角を触ってもらって、くる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 、これ感じられなくてもいいぐらい弱く、この指で本当は感じるんですけども、最初はいいです、感じられなくて、くるくるくる、そしてガクゼコツキン、ここくるくる、ガクゼコツキンで、ここからゼコツ、ここまでなので、これをくる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 、抗菌、ガクゼコツキン、側頭筋、ここですね。ここのまっすぐ行った一番上と、ここの重なるこう鉢っていうか、一番出っ張ったところに触って触れて、くる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 ってやると、これだけで重要な咀嚼筋がですね、緩みます。本当にこれだけで瞑想神経も刺激しますし、瞑想神経自外視も刺激しますし、この抗菌、こっちの端もやりましょうかね、くる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 、顎舌骨筋の起死と停止ですね、ここをやってもらうと、ここベコンとへこんで、ここキュッと上がっています。さらにさらにここですね、この頬骨と口角を結んだところに指を当てる、指を当てて1ミリだけ上に上げます。この状態でくる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 、これだけですね、くる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 、できるだけ弱くくるくるくる、回し方、ここをくるくる回す感じです。耳たぶを回すというよりは、肘を軽くくるくるくるってやると、振動がここからボワーンとこっちの方まで広がってくるので、それをしていただくと、こうグッと上がってですね、これもう本当にわざとやってるように見えるんですけども、わざとこっちでやろうと思ってもなかなかできないぐらい、普通に喋っててもこっちが上がった状態になっています。本当に耳たぶ回しをするだけでこういう風に、面白いのは触ったイメージをしただけでもどんどん上がるんですね。触れたイメージをするだけで、こことこことですね、こことこことここをイメージするだけでもどんどん上がっていきますので、反対側でやっていきますね。まずイメージだけでやってみましょうかね。ここのエラの部分を、エラ、後期です、後期、頬骨、ここですね。面白いのは、瞑想神経は感覚神経なので、感じることをやっていただくと、あと側頭筋、ここですね、感じることをやっていただくと刺激が加わるってイメージをするだけで、それだけで上がってきます。だけどなんか行動はした方がいいので、これやっていくと、これだけで、今後からやったので、後からやった方っていうのは効果が上がりやすいので、これで自分的には揃った感じがありますから、これだけでも耳たぶを回すだけで、実は狙った場所の筋肉を最初は触れてやるっていうこと。触れる位置、もう一回ちょっとおさらいさせて。触れる位置は角ですね、エラの角、頬骨、順番どうでもいいんですけどね。そして顎舌骨筋の際、舌骨の際、舌骨の際っていうのは、ここです、こういう、首のここですね、際をくる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 と、あと側頭筋、ここの頭の横の部分をくる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 すること、また上がりました。今度こっちの方が、後からやった方が効果が高いので、まず上がってる方からやると、そっちの方が上がりやすいの。下がってる方みんなやりたがるんですけども、下がってる方からやってしまうと、そもそも筋緊張が強いところなので、効果はあまりないんですね。緩みやすい方からやると緩みます。緩むのを感じてからやると認知が上がりますので、認知が上がると余計柔らかくなりますから、とにかく耳たぶ回しっていうのは私たちの基本になりますから、これやっていただくと全然違いますからね。皮膚を揺らす側に入ってるの、これ 0.01 ミリでいいんです、揺れるのは。これで毛細リンパ管は開いてジャーッと流れていくっていうのと同時に、揺らされることによって副交感神経の働きによって筋肉はリラックスして開くようになる。これ顔面神経、顔面神経っていうのは人と調和するための神経で、リラックスの共有ですね。ニコッと笑って相手が敵じゃありませんよっていう筋肉を今緩めてるので、それがしやすくなるから、本当に気持ちもすごく落ち着きやすくなって、これ相乗効果でどんどんやればやるほど効果が上がっていくケアになりますから、その辺のこともちょっと知って頭に入れておくと、あ、これは顔面神経と瞑想神経ですね、リラックスの神経を刺激してるんだってことが分かってると、本当に顔を撫でるだけでも、耳たぶ回すだけでもどんどん上がってきますので、その辺意識してもらうとより効果が上がっていくと思います。この方法を毎日
やるだけで本当にもう日本全国で魔女って言われるような方々が、そうですね、誕生していて、はい、中には50代なのに30代でサバ読んで水商売やってるわけです。そうバレなかったっていう、はいはい、バレなかったっていう人もいます。本当に綺麗でですね、ぜひ皆さんもねこれをやっていただくと、こんなにもないって本当にみんな言ってくれてますので、皆さんも共有共感してもらうとどんどん輪が広がっていくと思いますので、ね、やってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね感想や質問などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。それからですねチャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。